国際原子時、国際原子時、国際原子時、略語、体、は、現在国際的に規定、管理される、原子時、原子時計によって定義される、高精度で安定した、時刻系である。地球表面、ジオイド面上の座標時の実現と位置づけられる。国際単位系、SI では、秒は、セシウム133の原子の規定状態の二つの、 超微細順位の間の繊維に対応する放射の周期の992-631-770倍の継続時間であると定義されている。国際原子時、帯は世界50カ国以上に設置されているセシウム原子時計を数多く含む約300個の原子時計により維持されている時刻の過重平均である。現在、国際原子時、帯は 国際度量衡局 VIP ムが運用管理する。タイの定義は参加する原子時計同士の定期的な比較による構成であり、時間の訴求により最高精度が維持される。この構成はナノ秒精度を要求する用途で用いられ、大多数の時刻サービス利用者は複数台の原子時計で構成された時間間隔を過去に参照した原子時計から供給される。 タイのリアルタイム評価値を利用する。GPS 衛星が発射する電波の時刻信号はタイに裏付けられたリアルタイムの時刻源として広く使われている。タイの原点は1958年1月1日0時0分0秒 u t にイコール1958年1月1日0時0分0秒タイとして積算を始めた。ただし、 1976年に国際原始時、第のほどが SI 病の定期値より早いことが判明し、1977年に国際原始時、第のほどを修正しているため、正しいほどで遡ると一致しない。国際原始時、第は、1970年に国際度療法委員会、シップムの株機関である、病の定義に関する諮問委員会、CCDS。 現 CCTF で韓国 S2 を採択し、次のように定義されている。なお、当時は、国際法事局 B、現、イヤーズが、国際原始時、タイを管理していたが、1988年1月に、国際土量公局 VIP ムに移管された。1980年に、病の定義に関する諮問委員会 CCDS、原 CCTF は、 相対性理論の効果を考慮して、第の定義は次のように完成された。一般相対性理論によれば、狂いのない理想的な時計であっても、それが刻む時刻は、その時計が過去に、どのような重力場の中を、どのような運動をしたかによって、相互比較では、差が生じる。このような時刻を、こういと呼ぶ。地球ポテンシャルの影響として、時計の置かれている場所の標高。 ジオイドからの高さの違いに対応して、各々の時計の固有時は、当たりのほどさが生じので、国際原子時、体の作成に寄与する原子時計は、ジオイド上の SI 秒を基準に補正を行うことになる。さらに、この定義は1991年の国際天文学連合、IAU の決議 A4、基準座標系部会の韓国さんと、 韓国4によってより詳細なものとなった。タイはその理想とする地球時 TT を実現する一つの時刻系であり、地球時とは一定の差 32.184S だけ異なっている。地球時は4時元地震座標系の時間座標である、地震座標時 TCG とは一定のほど差を持つと関係づけられている。 プロク21ショートトンゼネラルアセンブリオブザ IAU IAU トランス1991ボリュームイクサブクルーワーを参照国際原子時タイの作成に寄与する世界各地の約200台の原子時計データは各々の,の時計のランダムな狂いを統計平均によって減らす操作の前にそれぞれの時計の固有時を 時計1のジオイドからの高さに基づいて、地球重心座標系の座標時である地震座標時、TCG へと変換している。1992年現在の国際原始時、タイの狂いは100兆分の1以下なので、これ以下の精度で補正するためには、時計1のジオイドからの高さがの精度で正しく、分かっている必要がある。1949年に、 アメリカ合衆国の国立標準局 NBS ゲンニストでアンモニアを用いた分子周波数標準器が組み立てられ、また1955年6月にはイギリスの国立物理学研究所 NPL でセシウム原子周波数標準器が実用化され、その後各国のセシウム標準器も相次いで実動されるようになってきた。当時は 水奨時計の原発新周波数を原子標準器で定期的に構成し、その偏差率を積分して水奨時計を補正するという手順で行われたので、この当時の原子時は積算原子時と呼ばれた。この積算原子時と歴表示 ET との比較から1秒間におけるセシウム原子の固有振動数がヘルツと測定され、この周波数値は 第13回国際電波科学連合 URSI 総会1960年や第11回国際天文学連 IAU 総会1961年で公認された。そして1960年代には市販のセシウム原子時計が各国の天文台や研究所に普及する。現在の国際原子時 タイは1958年1月に原点を置いているが、精度は劣るものの積算原子時を1955年7月まで遡ることができる。1958年、各国の天文台の世界時、UT を集計し、確定世界時を算出していた国際法事局 B、原、イヤーズが原始時のデータを集計処理する責任を担うことになった。 国際法事局 B、ゲンヤーズの中央局、パリ天文台があるフランスの原子標準を仲介として各国の原子標準との比較結果を集計することにより原始時を算出するようになる。この原始時のうち最初にイギリスの国立物理学研究所 NPL、スイスのニューシャテル天文台、アメリカ合衆国の国立標準局 NBS、 ゲンニストの3期間のセシウム標準を使って1958年1月1日、ユーティーニを記算点において、積算を始めた原子時計を A3、A とも表記するという、その後 A3 に寄与する原子標準は次第に増えていく。この他にアメリカ合衆国の数代のセシウム標準を平均した独自の時計である A1 系や、 国際法事局 B が世界10個のセシウム標準の平均で作る A 級系などがある。1964年、原子標準の確立への要求が高まり、国際度量高総会 CGPM の委任に基づいて、国際度量高委員会 s p m は、セシウム原子の固有振動数ヘルツを周波数標準の暫定値とする。1967年に、 プラハで開催された第13回国際天文学連合 IAU の決議後第4第31委員会によりこれまで国際法事局 B、現、イヤーズがすでに実施的に実施していた1958年1月1日0時 UT2 を起点とする原始時 A3 がこの際公式の積分磁石度として採用されることが決まり国際法事局 B、ゲンヤーズのベルナール技能局長が希望した A3 から国際原子時メモリへの名称変更を満場一致で採択した。1967年、1968年の第13回国際土量構想会 CGPM でセシウム原子周波数標準に基づく現在の SI 病の定義が採択される。そして1970年に 国際土量行為委員会、シップムの株機関である、病の定義に関する諮問委員会、CCDS、原 CCTF で韓国 S2 を採択し、国際原子時、タイが国際単位系における、時間の単位であるの定義に従って、いくつかの機関で運転されている原子時計の指示値に基づいて、国際法事局が定める基準となる、時刻の座標と定義される。同年 ブライトンで開催された国際天文学連合 IAU 第14回総会で旧協定世界時の大幅な改善策が決議され協定世界時ア t ッ c と国際原始時タイとの差が整数秒であるように国際法事局 b h 現、イヤーズ r s は1972年1月1日0時に協定世界時ア t ッ c の特別時間調整を行い その細病の分数を放置するよう勧告した。この特別調整により、1972年1月1日、0時に協定世界時、アトックは国際原始時、タイに対してちょうど10秒遅れになり、これ以後はタイアトックは整数秒に維持される。1971年の第14回国際土壌構想会、CGPM の決議1により、 国際土壌行為委員会、シップムに対し、国際原子時の定義を与えること、及び、科学的な能力と原用の施設が関連がある。国際機関と協力して、国際原子時メモリの実現のためにできるだけ、よく活用されるように、そして、国際原子時の利用者の需要を満たすように、必要な処置を取ることを要請した、CR77 から78及びメトロロージア、 1972-8-35そして国際度量公委員会シップムは国際法事局 B、原、イヤーズによって決められた原始時を国際原始時、タイと呼ぶことを定めその合成を正式に国際法事局 B、原、イヤーズに委託した1974年に国際度量公委員会シップムの株機関である病の定義に関する諮問委員会 CCDS、原子 CTF において、国際原子時、タイの構成法についての研究が報告された。国際原子時、タイは SI 秒を積算した時計であるが、これまで7期間の独立な原子時計で構成してきたが、これらの時計はいずれも商用のセシウム原子時計によるものであり、各時計の設定方法の違いや、時計の台数の違いなど問題が多かったので、 国際法事局 B、ン、イヤーズでは、個々の原子時計のデータを数多く集め統一した処理による新しい計算法、アルゴスと命を開発し、1973年6月から実施しており、かなり改善する見込みであると説明された。そして、今後は、セシウム原子一時標準器による構成値を取り入れた計算法の研究を促進することを勧告した。 また、ロランシーによる原子時計の比較では、欧米と極東間など、大陸間の時刻比較の精度が良くないので時刻、比較法の研究促進も勧告した。九百七十六年に、グルノーブルで開催された、国際天文学連合、IAU 第十六回総会において、第四委員会、暦及び、第三十一委員会、時の共同決議第二号で、国際原子時 第位のほどを1、1、10倍に広げることが勧告され、1977年1月1日、第二、この修正が実施される。この修正は、国際法事局、B、現、イヤーズが管理する、国際原子時。第位のほどが、アメリカ合衆国の国立標準局、NBS、現ニスト、カナダの国家研究会議、NRC、ドイツの国立物理工学研究所、 PTB などのセシウム一時標準器の結果に照らして約10秒だけ定義の1秒より短いことが分かってきたために実施された。1978年には1976年から開発中だった原子度計群のみ用いた平均原子時の計算法を用いるようになり国際原子時、タイの他に各国の標準機関の原子時 TA、 愛を決定し公表するようなる愛は原始時を維持する標準機関の略称で、例えば電波研究所の場合は RRL、現在の情報通信研究機構の場合はニクト。1950年には技術の進歩により標準電波の周波数や秒の正確度がに達すれば相対性理論が問題になるあたりに来ることになり、電波遅延を補正して地球上で 当時性を捉えることができてもそれは見かけものに過ぎなくなることが指摘される。1960年代になると天文学者は相対性理論の効果が時刻系に与える影響についての詳細な検討をはじめ、1964年に東京天文台、田尾、元能寺の青木信行博士が相対論的効果による時刻標準の変動に関する論文を発表し、 1967年には、イエール大学のゼラルド・クレメンス教授たが、原子時計の年収変動に関する論文を発表する。一般相対性理論によれば、狂いのない理想的な時計であっても、それが刻む時刻は、その時計が過去に、どのような重力場の中を、どのような運動をしたかによって、相互比較では、差が生じる。このような時刻を、小うと呼ぶ。これに対して、 共通の基準となる目盛りのついた時間と空間を基準座標形と呼び、このうちの時間座標を座標時と呼ぶことがある。地球上の時計の固有時は、主に太陽、地球自体、月、小惑星の重力ポテンシャルの影響下にあるものと考えて良い。時計のある場所がこれらの天体に対して位置を変えるので、このポテンシャルの影響は一定量と変化量の合成となる。 この変化量の最大のものは太陽のポテンシャルの変化によるもので地球軌道が楕円であるため太陽からの距離が年収変化することで生じ地球上の時計が一斉に全振幅の年収変化をすることになるこれを時計面で見ると秒の長さの変化が積算されるので全振幅の年収変化を示すことになるなお変化とは 一切の重力ポテンシャルの影響から全く離れた場所の座標時に比較して測られる量を言う。また、地球ポテンシャルの影響として、時計の置かれている場所の標高、ジオイドから高さの違いに対応して、当たりのほどさが生じる。百六十七年に、プラハで開催された第十三回、国際天文学連合、IAU では、原子時計に対する、太陽、月、 惑星、地球のポテンシャルの影響による相対論的効果が議論され、極地差や周期変動に対する補正のも提案されるが、まず実際に周期変動や極地差を検出することが先決で、補正方式は実験的事実に立脚すべきであるとの意見もあり、結論を見ないで終わる。1970年代に飛行機やロケットに、 原子時計を搭載するなど様々な実験が行われ、原子時計に影響する相対論的効果が実験的に確認される。また、人工衛星の観測などにより、地球全体の自由度を把握できるようになる。そして、1980年に国際土量衡委員会、シップムの株機関である、病の定義に関する諮問委員会、CCDS、原子 c t f は、 相対性理論の隠し効果に対する地球近傍での時計比較に必要となる補正を検し、地球の重力ポテンシャルの差速度の差及び地球の時点を考慮して体は回転するジオイド上で実現される SI の秒をメモリの単位とした地震座標形で定義される座標時のメモリである声明を発表するこれ以後国際原子時体の作成に寄与する 原子時計は、ジオイド上の SI 秒を基準に補正を行うことになる。1983年4月、東京天文台、タオ、原、脳児で GPS 衛星を利用した時刻、比較方式の定常運用が開始されたことにより、東京天文台、タオ、原、脳児の原子時計は、アメリカ海軍天文台、ユスの国立標準局、NBS、 ゲンニスト、ドイツの国立物理工学研究所、PTB、オーストリアのグラーツ工科大学、タグ、及び国際法事局、B、ゲンヤーズの欧米の原子時計と10ナノセカンドの精度で時計比較が可能となった。これによって、ロランシーの電波で東京天文台、タオ、ゲン、ノージと時計比較しているアジア諸国の原子時計も、1983年、 後半から欧米並みの制度となり、国際原子の決定に寄与できることになった。その結果、国際原子自体は欧米だけでなく、アジア諸国を含む世界中の原子標準が生成に寄与する、本格的に国際的な時計となる。これまでは、極東地域のロランシー電波は、欧米の機関では遠すぎて、精度よく受信することができないため、 欧米の原子時計とアジア諸国の原子時計とは、精度の良い時計比較ができず、典型的な精度比で、欧米内で0.05マイクロ秒であるのに対し、アジアと欧米の間では、0.2マイクロ秒、極東地域の原子時計は、パリの国際法事局、B、原、イヤーズが決めていた、国際原子時を形成する平均の母団に、参加できていなかった。なお、 GPS 衛星を利用した時刻比較では、時計の進み方に対する相対論的効果の補正も考慮されている。さらに、1984年2月には、電波研究所、RRL、現、ニクトでも、半地球測位システム、GPS 衛星を利用した時刻比較受信機を、開発、受信開始し、国際原始時、対イへの寄与するようになる。 1985年にデリーで開催された国際天文学連合 IAU 第19回総会において決議 B1 号辞の責任により自国の中央局である国際法事局 B を開催して国際地球回転観測事業イヤーズ現国際地球回転基準系事業を1988年1月から発足させることになる また、国際測地学、地球物理学連合、IG や、国際電波科学連合、URSI の勧告などを考慮して、国際法事局、B が管理していた、国際原始時、対応、国際度良好委員会、s i p m と、国際度良好総会、CGPM の責任の下で、国際度良好局、BIPM に移管することを認めた。そして、年の、 第18回国際度量構想会 CGPM の決議3により国際原始時タイを国際度量構局 VIP m が管理することになった。協定世界時 a t o k は世界の法的な時刻の基礎で国際原始時タイとの差が整数秒に維持されている。地球の時点の角速度の変動により世界時の UT1 と協定世界時 アトックとの差が0.9秒を超えないように実施されるウルー病調整により2013年2月現在アトックはタイから35秒遅れている太陽がちょうど頭上最も高くなる時刻が正午近くであることはウルー病調整により維持されているとも言えるこのウルー病調整がある協定世界時アトックは不連続な時刻形であるのに対して ウルー病調整のない国際原子時、タイは連続で安定した時刻系である。ウルー病調整は地球の時点の不規則な変動に応じて実施されるので、二つのアトック時刻間での正確な時間算出はその間に補正されたウルー病表の参照を要する。この不便を避けるため、複数年にわたる長時間の正確な測定を要する、科学用途では、協定世界時、 アトックに代わり国際原子時、タイが用いられることがある。天体力学や暦では目的に応じて地球時、TT、地震座標時、TCG その他の時刻系を使い分ける。このため、国際原子時、タイは、ウルービオを扱えないシステムでも広く用いられる。UT1 は、国際地球回転、基準系事業、イヤーズにより計算されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。